こんにちは、じゅんちゃんです。本日もですね、ちょっとシェアしたいことがあったので、あの魔法使いの学校を開講してまいります。イエーイ、イエーイ。はい、ではですね、あの今日はこのようなお話をね、ちょっとさせていただきたいと思います。あのまあお話というか、あの今日も相変わらずちょっとワークをやろうかなと思って、あの動画をねアップさせていただきました。まあというのも、あの本日春分の日ということで、あの宇宙元旦ですね。あのここからの流れが非常にあの楽しみだなっていう思いで私はいるんですけれども、あの皆さんもね、あのここからあの本当にあのなんていうのかな、大きな流れに乗って、あの面白い現実をね作りやすいという状態で、あの生きていっていただけたらなって思ったんで、なのでこのね、あの2020年以降の大きなあの面白い流れに乗るという時に、やはり土台をしっかりと作っておくっていうこと、まあ、要は自分自身のこの体質作りですよね。これっていうものに努めておいて損は絶対にないはずなんで、今日はあのあなたを幸運体質にする、そのようなね、あのワークっていうものをやらせていただきたいと思います。うん。じゃあまあでも、そうは言っても何幸運体質ってみたいな感じで、あのお話をね、今聞いてる方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、あの実際ね、あの本当にね、幸運な体質ってあるんですよ。まあ要は、まあそれっていうのは、あの結局のところ、あのなんていうか、あのまあ引き寄せの法則であったり、あの潜在意識で現実を、あのなんだ作っていくであったり、自分の波動を持って、あの現実をね、書き換えていくとか、まあそういったもの、まあ今まで私がお話しさせていただいたものと、あのまあ、大して変わりはないんですけど、あのまあ結局、幸運体質の人って、あの、なんていうかな、自分の内側が満ちているから、とっても、ああ、満ちてんなーって感じるような現象を見るわけじゃないですか。うん。自分の、あ、ごめんなさいね。私、絵めっちゃ下手なんで。ごめんなさい、これ。そっちに聞き取られて話が入らなかった。ごめんなさい。一生懸命描きました、これでも。そう、あの、まあ、結局のところ、自分の内側、自分の感情っていうものを持って現実を作る。自分の波動というもの、自分の振動数というものを持って現実を作るっていうのが、やっぱりその宇宙理論やその量子力学の考え方としてあるわけなんですが、やっぱり自分のその内側っていうものが満ちていて、自分自身のこの、なんていうのかな、この存在を、傷つけるような言葉をあまり自分で自分にかけてないっていうことをしていたりだとか、なんていうのかな、自分を疑うとか、まあ、自分の存在をやっぱり否定するみたいな、そういったことをしていないという状態を務めて、それに努めていると、自分の内側がとっても満ちてくるんで、その投影として、本当にこの目の前に登場する人から、本当にありがたいな、嬉しいなって感じるような言葉を、受け取ったりだとか、あとは、わ、こんなこと起きんの?みたいな。わ、めっちゃ嬉しいんですけど、みたいな。なんかそういう風な現実を見たりだとか、おー、ラッキーみたいな感じの、その、なんていうか、面白いね、現象を見るっていうことが起きて、そしてやっぱりその、なんていうのかな、その状態で生きている人たちは、やっぱり幸運体質と呼んで、間違いはないっていうものになってくるんですよね。うん。なので、やっぱりこの、なんだ、幸運体質っていうものは、まあ、本当分かりやすく言っちゃうと、自分をやっぱりね、自分で満たせるという状態、自分で自分を満たすということをやっていると幸運体質になるっていうのが、やっぱりあるかなって思います。うん。なので、その自分で自分を満たすっていう、その、なんだ、その、なんていうかな、それを、する作業っていうのは、まあ、様々なものがあるんですけれども、今日は、一応、なんていうか、まあ、私がこう誘導していくので、ちょっとね、自分の内側を満たすというところで、結構大切になってくるのが、自分の存在をやっぱり否定せず、自分を信頼して生きるっていうところなんですよ。なので、ちょっと自己信頼値を上げるとか、ちょっと自分を好きになるっていうような、この、なんていうかな、本当に結構、本当にね、
保温体質を作るときに本当基盤となる部分をちょっと強化するワークを今日はしたいと思います。うんうん、まあとにかくね、あの自分のなんていうかな、無意識のうちにね、自分の存在を否定していたりだとか、あとはなんか自分の存在はまあこんなもんでいいやみたいな扱い方をしている人結構いらっしゃるんですよね。無意識のうちに悪気なくというか、なんかまあ別に私の人生はこのくらいでいいかなみたいな感じの、なんかもっともっとたくさんのものを得られる人なのに、なんか自分で制限をかけちゃってたりだとか、あとやっぱりこう自分の存在をなんか受容できてないというか、否定しちゃってなんかあんまり毎日楽しくないっていう状態を作っちゃうっていう人結構いらっしゃるんで、あの本当にここは基盤となる考え方だから、あの今日はねちょっと自己信頼値を上げるというか、なんか自分の存在を否定しない癖づけをする、そのちょっときっかけとなるようなワークができたらいいなと思って、ここからねそのワークをしていきます。うん、なのでちょっとね、今日はちょっとねいつもとは趣向を変えて、あのもしもあの鏡っていうものを用意できる方は、あの鏡をね、なんだあのちょっと手元に持ってみてもらいたいんですよ。まあ、もしくは鏡の前に立ってもらえたらいいかなって思うんですけど、あの私もまあ誘導していくんで、あのぜひ自分自身で鏡に映った自分に声をねかけてあげてください。うん、鏡はねパワフルなんですよね。自分の目を見てしっかりと自分の存在を受容して、うん、その自分を見てしっかりと肯定的な言葉掛けをしていく、これはね、あの結構鏡が苦手だって人多いんですけど、すっごい大切だから、この苦手を克服していこう。幸運体質を作るためにはここは本当に大きなステップになるんで、うん、鏡を用意できる方はぜひしてください。まあ、ちょっとただ状況的にあの今鏡が手元にないとか鏡の前に立つが難しい方は、あの普通にね自分に言葉掛けをあのなんだこの後してってもらえたらと思います。うん、まあ、実際私自身がやってるワークなんで、それをねあのただただシェアしますね。うん、じゃあちょっとあの鏡の前に立っていただいて、ちょっと深呼吸だけねしてください。ふー、思いっきり息を吐いて、そして深く息を吸い込みます。リラックスしてくださいね。そして自分の体内から重いエネルギーが出ていく、そのようなイメージを持って思いっきり息をふーっと吐いて、すがすがしいエネルギーが体の中にたくさん入ってくる、そのようなイメージをしながら息を吸い込んで、その繰り返しの中でね深い呼吸をしながら、ちょっとこの後の言葉を聞いていてください。はい、ではね、じゃあしっかりと鏡に映った自分の目を見て、大好きだよって言葉をかけてあげてください。大好きだよって、すごく大切な言葉になってくるんですけど、自分自身が周りの人から言われたい言葉っていうのは、まずは自分が自分に言ってあげることができると、その投影として外側の人からその言葉をもらうという現象を見ていきます。なので周りの人から大好きだよ、愛してるよって言われたい、そのような人はそのような言葉掛けをぜひしてあげてください。いつもここにいてくれてありがとうね、あなたがいてくれるだけで本当に幸せだよって、しっかりね自分の目を見て言ってあげてください。そして今日まで懸命に生きてきてくれて本当にありがとう、あなたがいてくれて私はとっても嬉しい、そのようなね言葉をあげをしてあげてください。ありがとねって、その言葉とともにぜひ声をかけてあげてほしいのが、ごめんねっていう言葉もかけてあげてほしいんです。人は日々無意識のうちに自分たちでも気づかない間に自己否定というものをしてしまっています。そして無意識のうちに自分に足りていない部分、
そして見た目のコンプレックスや知識のなさであったりだとか経験値のなさ、そういったところから自分をものすごく否定する言葉をかけてしまっているんですね。それによって心がとてもね疲弊しているという状態って起きやすいから、本当にごめんねって力強く声をかけてあげてください。大好きだよって、心から大好きだし、あなたがいてくれて、あなたが生まれてきてくれて本当に嬉しいって思ってるんだけど、たくさん否定してきてごめんねって声をかけてあげてください。不器用な自分なりに一生懸命今までやってきたのに、なんでこれができないの、あの人にはあれがあるのに、なんで私にはこれができないの、なんで私はこれを得ることができないの、そのような自分へのスパルタになるようなね言葉がけをずっとしてきちゃって、ごめんねって、よくやってるよね、私は私なりに一生懸命やってたのに、私が私にものすごくひどい言葉がけをしてしまって、本当にごめんねって言葉をぜひかけてあげてください。そして鏡に映る自分、その自分のコンプレックスを見てひどい言葉をかけるんじゃなくって、そこも素敵だよって言葉をねかけてあげてください。反発する言葉とかすごく抵抗してしまう意識は入ってくるかもしれないんですけど、でもそこも愛してるって、いいじゃんその見た目でって、そこがいいって言ってくれる人はたくさんいるよね、そのようなね言葉をたくさんかけてあげて、自分のマイナスに対してもっとああなりたいこうなりたいっていうような自分をね傷つける言葉をしていくんじゃなくって、そこも素敵だよね、そしてここも素敵だよねっていうような言葉をたくさんかけてあげて、自分の内側をね満たしてあげてください。そして本当に今日もありがとう、今日も一日お疲れ様、自分なりによくやったよね、本当によくやってるよ毎日、本当によくやってる、本当にありがとう、大好きだよって目を見てちゃんと言ってあげてください。これを続けているだけで、ある時から内側の声が変わり始めます。ちゃんと自分にこの言葉がけをしていると、ある時からね自分の湧き上がってくる声、自分の内側から湧き上がってくる声が反発の言葉ではなく、そうだよねっていうような統合できたような言葉がね湧き上がってくるんですね。なのでその時っていう、その自分になった時に実は宇宙へのオーダーを出すとすごく現実化しやすいです。なのでぜひ覚えておいてください。自分の内側から反発の声が出続けている時こそ、そういう時ほどこの鏡を見て自分自身のこの存在をこうなんていうか認めていく、そして自分に謝罪をし感謝の思いを伝える、このようなことを続けるのは非常に大切になっていきます。ちょっとねめんどくさいワークなので、なんていうかやるのめんどくさいなと思って先延ばしにしたくなったり途中でやめたくなっちゃうってこともあるんですけど、本気で自分を幸運体質にしていきたい、自分の内側をしっかりと満たしてあげながら、その状態で宇宙にオーダーを出して現実作りたい、現実を作りたいという方はぜひねこの鏡のワークっていうのは続けてみてほしいです。そうそう、まあそんな感じで、すいません。本当にこれくらいのもんなんですよ。今日はね、今日の枠はここら辺で切らせていただくんですけど、本当このくらいのものなんだけど、本当に自分の、こう、なんていうのかな、時間を見つけて、ちょっとでも、自分を満たすっていう、自分で自分を満たすっていうことをしてあげると、たくさんね、変わるよ、現実が。なのでちょっとね鏡を見てっていうのも結構本当パワフルなんで、よくね鏡を見ながら
話すっていうのは、自分のハイヤーセルフと話をしているとか、自分のご縁のある神様とお話をしている状態とも取れるって言われるんで、自分の内側の神様やそのご縁のある神様と統合していくっていう意味でも、これは非常にパワフルなワークになってくるんで、ぜひね、時間を見つけてやってみてください。うん。じゃあ、まあそんな感じで、今日はね、お話ししたいことは以上となるんですけれども、そうそう、これね、これがいよいよたくさんの、まあすごい売れてます。すごい勢いで、売れてます。フォレスト出版さんから出ている、エイブラハムの教え2というものなんですけれども、これの特典もろもろ、たくさんの特典がついて、お安いお値段で購入できるのが、3月22日までとなっておりますので、もしも、本当にね、現実を作り変えたいって思いがある方は、これも、ご購入されてみてください。お安いお値段で買えますからね。これが、この動画の概要欄にも URL を貼っておきますんで、うん、そこから、なんで、そこをポチッと押していただくと、URL をポチッと押していただきますと、この、なんだ、これ、エイブラハムの DVD になるんですけど、これか、そう、ポチッとしてもらうと、無料の動画講座、が見れるようになっていて、そしてこの DVD、すいません。この DVD や、このダウンロード版の購入券がゲットできるというか、フォレスト出版さんから、その、なんだ、オファーメールが届くんで、ぜひね、そこから購入をされてみてください。この、なんだ、エブラハムのこの動画っていうのは、それこそどう、なんていうかな、オーダーの出し方であったりだとか、オーダーを出した後にどのようなスタンスで待ってればいいか、みたいな、そういうふうな手法というか、そういう部分とかも結構詳しくお話させていただいているんで、今日やったワークみたいな土台作りをしっかりとしたら、その土台がある中で、このオーダーの出し方を知って、それを実践してもらうと、かなりね、本当に現実が変わるのが早くなってくるんで、うん、これはね、まあ相当売れてますけど、本当何万人の人にご購入いただけるのかなと、私は非常にワクワクしてますけど、まだね、キャッチしてない方は、この動画の概要欄から、ちょっとね、情報をキャッチしてみてください。で、まあ一応ちなみにお伝えしておくと、なんかね、やっぱりコロナウイルスの影響で、ちょっと配達とかの、なんか流通のちょっと流れが悪くなっちゃってるっていうのは実際起きてるみたいで、なんだ、早めに、この動画を見たい。早くそのオーダーの出し方とか、そのタイムラグの間どのようにしてたらいいのかっていうのを知りたいっていう方は、ダウンロード版を取ってもらった方がいいかなっていう印象なんですけど、ただ、クレジットカード決済ができる方のみこちらで対応かというものになるんで、なんだ、クレジットがちょっと使えないっていう方は、本当に宇宙のね、完璧な采配のもと、きっと、この動画っていうのは、完璧なタイミングで、キャッチできるはずなんで、そちらを選んでいただけたらいいんじゃないのかなと思います。で、まあ、ちなみになんですけど、急遽決まったことなんですけど、3月22日までに、お申し込みをされた方、ご購入をされた方、は、本当たくさんのね、特典がつくんで、それは、この URL ポチッとした後の、このフォレスト出版さんから届けられる、なんだ、オファーメールを見ていただいたらいいかなと思うんですけど、本当急遽決まったんだけど、その特典の中に入ってる5月18日の、もともとはズームをやるって言ってたんですけど、ちょっと参加者さんが非常に今回は多いんで、YouTube ライブをすることになったんですね、特別に。で、その時に、生電話やります。抽選にはなっちゃうんだけど、この YouTube ライブに参加してくれる方に、私から直接電話します、その時。っていう、そういう企画をやることになりました。まあ、詳しくは、ちょっとね、この動画の概要欄のその URL ポチッと押してもらって、その後、フォレスト出版の皆さんが、なんだ、日ごとにね、なんだ、お知らせメールとかを出してくれてるんで、それをチェックしてみてください。私から電話が行く人がいます。いけるそうそう。まあ、そんなこともね、あるんで、ぜひ、なんか、このね、エイブラハムのこの情報はしっかりとキャッチしていただいて、まあ、なんていうか、うん、面白い現実をね、今後も作っていってください。
でもまあ、まずはね、今日お話ししたように、高運体質であるっていうことはかなり大切になってくるから、鏡のワークなんかもね、しっかりやってみてほしいです。じゃあ、まあそんな感じで、本日の動画は以上となりますので、また何かね、シェアしたいことがあれば、動画アップさせていただきます。ではまた、失礼します。バイバーイ。